昔の線路ね、まあ走ってないからね、走ってない線路をまあちょっと見ていけるっていうこと。あ、こっちだね、あっち。昔の鉄橋やね、これ鉄橋、鉄橋あったやね。新しい鉄橋はこっちだ、横になるわけだね。昔はこうやったんですよ、まあずれたって言うね、こっち。こう下見るとほら、これ。なんか網があるよ。すごいぞ、これは。うん、この高さもあるし。この景色ね。そしてこの右側に鉄橋がある。いやー、圧倒されるようなね。ちょっとね、この鉄橋ってすごいね、これね。これ、すごいよ、この鉄橋。うん、これはすごいね。来た。すごい、正面に。まあこれね、かなり当時のままで、塗装年月日は2012年、10年前やね。でもこの建てた日付っていうのは、その明治とか、そのね、鉄をそのまま利用してるのかもしれないね。今日は61年やってるね、これ事故ね。この事故の関係で、まあ、菩薩像建立、遺伝子やでいいかな。横に来た人もいるね、遺伝子。4年後で3分に1分の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 1分
明治42年にね、鉄道が建てられたので、素人なんですけど、今日は閉まってる感じだね。閉まってるね。結構ここで買い物したら大体500円か結構見てて欲しいなと思うものがねあるんですけど、もし買った場合はここに入れてくださいということですね。貯金箱がポスト、うん、なかなかおしゃれな感じ。アマルベってことはね、タイヤ切りです。タイヤ切りってことはここにこれがこいつがこっからこう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 ある、こうこうある感じかな。タイヤ切りからね、すごいタイヤ、こういう感じのタイヤにね出てきて、ちょっとこれ尻尾の方もすでにこれ他のサメが中に食われとんねん。これねサメに食われとんねん。これ魚群に着きました。久しぶり。最近どこ行っちゃったの長谷川さんも。探しないとね。これだけの高さで山の吹き抜けのこのちょうど川とね海がずーっと繋がってるから、ちょうどここが通りますよね。あの風がそうして雨とかそうだから、よくこんなにのとこ作ったなとはね。こういうところにね、明治時代にねそれを作ったっていうのはすごい技術力というかね、人間が一生懸命争って作ったんだけども。アマルベタ。この扉を開けますか？開けれません。次の場所を探します。アマルベ鉄道なんだよ。まあこんな感じでアマルベはね、鉄道ダンスっていうのもねあったりなかったりするわけですけども、ごめんなさい、ざわざわでございますよね。これをそこまで向こうまで渡りに来たら5万ペリカですよ。
特急浜風です。この列車はこれよりスイッチバック駅を経由して山を下っていきます。よく見るような。カニ貼り付けたね、あんなところで。カニがまあ有名なんでしょうか。